助、作絵松本まり子。妙蓮寺の駅の近くに菊内家があります。菊内家にはカルガモが気持ちよさそうに泳いでいます。鯉も船もたくさんいます。カモメやカワセミなどの鳥も飛んできます。あと忘れてはいけないのは菊内家のカッパです。カッパに会ってみたくないですか？はい、こんにちは。僕、菊内家に住んでるカッパの菊之助。友達を探してるんだ。あれ、あそこにしょんぼりしてる子がいるよ。声かけてみよう。おい君、何してるの？あ、カッパだ。今、トンボと遊んでるんだよ。そのトンボは欧州からトンボだな。実は今困ってるんだ。うちの鍵をこの池の中に落としてしまったんだ。なんだそうかい、拾ってきてあげるよ。その代わり友達になってくれよ。うん、いいよ。僕越してきたばかりで友達が欲しかったんだ。じゃあ取ってくるね。じゃぼーん。はい、これ。わー、ありがとう。助かったよ。これで家に入れるね。僕はしげるだよ。菊之助さん、よろしくね。菊之助さんはこの池に住んで長いの？もう長いね。そうだ、昔の菊内家を一緒に見に行こうぜ。え、どうやって行くの？この池の水門の扉のボタンを触れば昔に行けるんだぜ。せーの、タイムワープ、ピロピロピロリーン。さあ着いたぞ。わあ、ここはどこ？じゃーん、平安時代の菊内家のあたりさ。菊内家は平安時代の昔から武蔵野の隅っこに灌漑用水として周りの農民の生活に役立ったのさ。灌漑用水って何？灌漑中なんちゃって農業に必要な水を川から人工的に引いてくることさ。へえ、そうなんだ。あそこが菊内家だな。あ、そうだ、この池にいる大龍神を呼んじゃおうかな。え、大龍神？ピーピー、ゴロゴロバリバリ。じゃーん、大龍神登場。我は大龍神にござる。うわー、でっかい、怖いよ。この池には1300年も前から大龍神がいて、里の人から菊内家大明神と崇められて里の人を守っていたのさ。へえ、優しいんだね。なんとこの大明神の子孫が俺様カッパの菊之助である。へえ、すっげえ。菊之助さん、見直したよ。へへ、まあな。次は昭和30年代にワープさ。タイムワープ、ピロピロピロリーン。よし、着いたぞ。うわ、花火大会にボート大会に盛り上がってるな。釣り堀もある。この池は昔、今プールがあるところともつながって大きな池だったのさ。水はきれいで、船や口細、うなぎなどの魚も取れたんだよ。貸ボート屋もあるね。菊之助さん、一緒に乗ろうよ。よし、任せとけ。せーの、1、2、3、チャポン、チャポン、チャップ、チャップ。あ、さっき見た大潮からトンボが飛んでるよ。ほんとだ、さっきのトンボの祖先だな。ぐるぐる、キルキル。ボート漕いでたらお腹空いてきちった。そうだね。よーし、タイムワープ、ピロピロピロリーン。よし、着いた。ここは昭和50年頃さ。水道の整備で池の半分を埋め立てて現在の菊内家の大きさになったんだよ。へえ。あ、プールの方に屋台がある。おお、冷やしきゅうり、食べようぜ。俺大好物なんだよな。ボリ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 、おいしいね。ああ、最高だな。今日はいろいろなものを見たな。なんだか眠くなってきちゃった。うわあ、あれ、カッパの菊之助さんがいない。どこに行っちゃったんだろう。おい、菊之助さん、やっぱりいないな。夢だったのかな。あ、さっきも見た大潮からトンボが飛んでるぞ。
にも今でもいろいろな生き物がいるんだな。これから菊内家に毎日遊びに行こうっと。おしまい。